皆さんこんにちは。消費生活アドバイザー二次検スピード合格スピード合格講座論文法律20162020過去問解説編講義を始めます。レック講師の浅田健吾です。よろしくお願いします。はい。じゃあですね、え皆様ですね、早速なんですけれどもご用意していただきたい教材がございます。まずレックの方の教材といたしましては。 こちらですね、はいえー、法律のです、ね、過去問解説集です問題も載っておりますからねでこれで番号の方がですねバーコードの方の番号が、はい、XU21010 になります、はい、それと公式テキストですね公式テキストの2それから公式テキストの1もですね一部使いますので公式テキストのはい 1>, 1と2ねはいよろしいでしょうかねレックのやつを合わせると全部で3つになりますはいよろしいでしょうかね、はい、3つ3つ用意していただければと思いますはいで、えー、とこちらの方ですね早速始めていきたいというふうに思いますはい でまずじゃあレックの方の冊子ですねこちらの方の冊子ですねこちらを開いていただく形になりますレックの方の冊子を開いてください、はい、でまずですね見ていただきたいのは、はい、2020から2016あるんですが各2台ずつございますので全部で10問です、ねえー、見ていきたいと思いますこれもポイント解説になってしまうんですけれども、えー、早速見ていきますじゃあ2ページいきます2020年の、えー、まず1 ですね、法,律も法律の一という問題になります、はい、インターネット上の不適切な表示によって消費者が誤認をしてネットにおける申し込みの意思表示を行うというトラブルが増加しているとこのようなトラブルの現状と、はい、消費者の発生防止および回復についての法制度について以下の語句を用いて論じなさいと。 はい、えー、いうことです。なお、えー語句を用いる順序は問わないが、用いた語句には下線を引くということですね。はい、ちょっと変わった問題でここに出ている4つの語句を使ってはい、使用した語句についてはえー、下線を引いてくださいということになります。はい、そこよろしいですかね。こういうの指示は必ず守ってください。これ、守らないと減点になる可能性があります。えー、と同じような試験でですね。消費生活。 相談試験ってあるんですけども、まあ、あの知ってる人は知ってるんですけどこちらの方はです、ね、必ず指定語句を5つぐらい使ってそれを使って下線を引くという問題形式でしたんですけどアドバイザーでもこういう問題形式が出たので少し、ね、私も驚いたんですけども、まあ、これはです、ねこれでですね、ラッキーですなぜかというとこの語句がです、ね、いわゆる決められた語句が、えー、論文を作る上でのヒントになりますからね。必ずこの通信 販売表示確認画面十有料五人表示という言葉を使っていただければ、えー、いいわけなんでこれらをヒントに論文を作成していくということになりますはい、いいですかねでこちらの方なんですけどレックの方で回答例がございますのでまあこちらの方ですね語句があるものをヒントをしながらこの回答例を作っていくということになるんですけれどもはいなんか線が あ引いてありますねちゃんと引いてありますね、線がちゃんと引いてありますね、よかったですね、はい、え線を引きながら入れていくという形になります。はい、じゃあ、見ていきたいと思います。で、まずですね、こちらの方5区のチェックの方から見ていきたいと思うんですけど、5区の意味ね、でこちらの通信販売については、こちらの方はですね、はい、公式テキスト、まず5区のチェックからいきます、はい、公式テキスト2の方ですね、メインは2の方です。 公式テキストの２の方を使います。私が何も言わなければ公式テキスト２だと思ってください。はい、公式テキスト２のですね、はい、通信販売４７ページ、はい、４７ページに図表２と２があります。 で通信販売ですねこちらのほう見ていただきますと、はい、これは特商法における通信販売の規定になっております、まあ、こちらのほうを見ていただくっていうのが一つ方法としてです、ね、ありますでこれのですね細かいのこれも、えー、この授業でよく使うんですけども49ページ図表2-3これを見ていくわけねでこちらの表なんですけどどういうふうに見るのかはい これ,ねこれいっぱい書いてありますがまずですね見てほしいのはこの表のですね上のところで通信販売通販ってありますね通販ってあってこれを縦に見ていきます通販を縦に見ると丸が書いてありますね丸についてはこれは規制があったり民事ルールがあるということですねここに行政規制と民事規定というのが49ページのページ。 左上横に図表2の3取引形態ごとの行政規制と民事規定というのがありますこれを見るとですね、はい、通販に関してはある特徴が見られます、はい、まずこれ見ていただきますと通販の上3つ、はい、黒丸あ白丸3つこれ見ていただきますと、はい、広告規制ですね広告規制はやっぱり通販厳しいですねなぜかとというと、はい 例えばインターネットやんかでいいと思うんですけども載っているです、ねはい、ネット通販の場合はそこに表示されている、ね、画像なんかを見てです、ね、商品を選びますので、はい、広告自体に古代広告があったりすると、ね、これはとてもお客様それだけで判断しちゃいますのでこれは厳しあとです、ね、見ていただきたいのは、はい、通販の場合、ね、民事ルール。 民事ルールっていうのは何かと,いうとこの下の方でクーリングオフから下ですねクーリングオフから下いわゆる消費者の方がその契約をなんとかねなしにしたいっていうようなルールですこれ見ていただきますと解約返品制度しかないといととうことです現状の通信販売について特商法上ですよ特商法上の取り消しはこれ取り消した契約をなしにするのは解約返品制度クーリングオフ類似の制度しかないということですね ここは注意しておいてください。はい。あの改正で、改正で定期購入については、ね。これは取り消し可能だというふうになったんですけれども、現状、この時点で運用されているものとしては。はい。民事ルールは通販に関しては、特商法上解約返品制度しかないということになります。はい。これが通信販売の主な特徴ですね。はい。よろしいでしょうかね。で。 次ですね見ていただきたいのは表示とか画面画面確認画面というところですねこの,表この語句についてはどこを見ていただくかというと89ページテキスト第2のテキスト89ページ89ページ、はい、89ページ右側いいですか。公式テキスト に右側 B の2、確認訂正画面ってありますね、このところですね、ちょっと見ていただければと思います、はい、確認訂正画面ですね、はい、これ読むと、はい、確認訂正画面の設定方法、申し込み最終画面において、ですから、インターネットを使って申し込みする最終画面ね、本当に、えー、申し込みますかという確認画面において、 契約内容が正しく表示されておらず、はい、訂正変更のボタン設定や、えー、前に戻ることができる説明や設定がない場合が違反になります。だから確認画面がなかったりすったらダということですね、はい。で、その後効果ありますね、世のところ見てください,、はい。で、特殊法上の行政処分の対象であると、だから行政から怒られる可能性があると。で民事効果 はい、民事規制ということでこれは簡単に言うと契約をなしにする方法、はい、確認訂正画面が正しく、えー、設定されていない場合、はい、よろししいでしょうかね、まあ、これ表示されていない場合もいいですよ、はい、この場合については、はい、そこからです、ね、少し下がってください、はい、1、2、3、4、5行目ぐらいですね電子消費者契約法です特商法じゃないです、気をつけください。 特定商取引法ではないです。電子消費者契約法ではいいいですかね？3条と書いてるでしょ一番下にあます。誤認した消費者はい。誤認した。消費者ははい。錯誤取消しの主張が認められやすくなったということです。簡単に言うとはい、これは確認画面を。設定 予定することなく申し込みをした場合は取り消すことが可能になったということですはいいいですかねあとちょっと見ていきますねで、あとですね有料5人表示というのがございます有料5人表示ですねこちらの方を見ていきますこれは68ページ69ページテキストですね 68ページ、69ページ、見ていただきます。はい、いいですか、テキストね。第2ですよ。この68ページの左右,右側、最後、丸2分かりますか、68ページ、下の方に丸 ○2 がですね、虚偽古代広告の禁止のところを見ていただいて、次のページ、69ページ、いきます。これののです69ページ左側の C C です C 半括弧ね著しく事実に相違する表示をしまた実際のものよりも著しく有料、はい、ここの出ている有料誤認表示ね有料でありもしくは有利であると人を誤認させる表示はしちゃいけないとつまりこの古代広告ですね虚偽古代広告の禁止の中には有料誤認表示はやっちゃダメだということです。 もう一回言いますね68ページ、2下の方ですよ虚偽古代広告の禁止、はい、69ページ右側あ、左側 C ですね、ごめんなさいね、はいえー、実際の模様よりも著しく流用であるというふうに人を誤認させる表示はしちゃいけないと、じゃあこれやったらどうなるか、はいえー、と69ページ左側、丸3の上。 本条に違反したときは行政処分の対象となるほか罰則があります、はい、罰則があるということはこれはどうなるのかというと皆さん、大体分かりますか罰則は怖いですからじゃあ罰則があるからやらないようにしよう有料誤認表示やると罰則があるからやらないようにしようということで被害の発生の防止につながるということです。いいですか じゃあですね、えー、戻りましょうテキストの方戻っていただい、えー、とごめんなさいレックの冊子の方戻っていただいて2ページです、はい、インターネット広告におけるトラブルの現状はいこのトラブルの現状2行目ですよはい2ページの問題文の2行目トラブルの現状これ2つあると思いますこれはレックの冊子の方を見てください3ページの方ですねはい、えー、1行目から4行目に2つあります 消費者が表示された手順に従って意思表示をしたところ意思表示は買うぞっていったところえと注文の数を間違えちゃったという感じね例えば1個のところを手が震えちゃって11個入れちゃったとかねいうような話はいあとはもう1個は広告してある内容と違うぞとはいネット上の広告を見て申し込んだが広告の内容と異なるものつまり広告はの内容ない 要が有料五人のような内容。なった場合どうするかというですね、この二つがあるということですね、トラブルの現状ね。はい、いいですね。これが二ページの二行目のトラブルの現状二つ。ええ、レックの。うと、三ページの回答例に。まずは個数間違えちゃった系と、それからもう一つが。何かというと。広告が。ね。虚偽、誇大広告。有料五人を。 起こさせるような表示だったから、それについついつられて買っちゃったって話ね。ということになるわけ。じゃあこの2つのトラブルではいまずねですね。11個ちゃやっちゃった場合はどうするかって言うと、これは被害の被害の回復ですね。被害回復のために何があるかというとはい、これ書いてあるね。レックの冊子3ページの真ん中ぐらいですね。はい、えっ、ー、と真ん中で段落がからってます。丸1についてはってありますね。 じゃあ ①、一はい、これは回復、被害回復のためにはどう,う,うになるのかと間違えちゃったわけね。そうすると契約しちゃいました。この一のところから、えいいですか、三、うんえっと、ページの真ん中ぐらいに、一についてはってありますよね。そこから、1、2、3、4行下がってください。そこでってあります。わかりますか真ん中ぐらいです。そ,そこで、電子契約法。これ、電子消費者契約法です。は このようなネット取引において確認画面を設定するなどして申し込み内容を確認できる、えー、措置を事業者が行使ていないつまり事業者が確認画面をなくて消費者が間違えて1個のところを11個って申し込んだ場合は取り消すことができるつまりトラブルの1についてはこれは 電子消費者契約法を使って確認、えー、訂正画面がこれがなければ取り消すことができますこれによって、はい、被害回復ができるわけね買わなくて済むわけだからね契約を取り消すことができるなしにすることができるという感じですねじゃあ次にじゃあどうすればいいのかっていう話になると今度は2のところねネット上の広告を見て、えー、買っちゃった場合 この場合については、えー、とこの内容が、はい、有料誤認表示の場合は業者はこれ罰則があります。は,い、これはどこに書いてあるかレックの、えー、と解説冊子3 ページの下下下かかかかららら行行行ですね下から3行かごめんなさい下から3行例えば実際のものよりも一しく有料であると人を誤認させるような表示有料誤認表示を禁止していますでこれに違反した場合は行政処分を行ったり、えー、罰則を課したりすることができるその罰則を課すことによって何ができるかというと被害防止ということですねいいですね 今後被害を発生させる被害を拡大させない罰則があるからやめようと,か、ね、というふうに思いますよね。ということになります。はいここについてはレックの冊子、えー、のところと、えー、公式問題集ですねこちらの方を2つ、ね、バランスよく使ってご説明の方をさせていただいたということになります。